はい、クリアーコート完了しました。厚めのオートクリアですね、濃度1対1ぐらいかな、の厚めのオートクリアを、砂吹き4回本吹き5回ぐらいかな重ねました。はい、ちょっとねまだ塗装終わってから2日ぐらいしか来てないんですけど、もうホビーフォーラーまで時間がないので、段差取り始めちゃおうと思います。本当はね1週間ぐらい開けたかったんですけど、ちょっとね時間ないっていうのとがあったんで、はい、ちょっともしかしたらこのあと段差取りして中研ぎ入れて、スーパーグロスコートを最後に拭いてから研ぎ出しってやるんで、研ぎ出しっていうか本番だけやるんですけど、ちょっとねあまりにも乾燥期間がなさすぎて、もしかしたら綺麗に仕上がった後段差が浮いてきたりっていうのがあるかもしれないんですけど、しょうがないですね。ちょっととにかく間に合わせたいんでということで、はい、ということで、まずは段差取りをやっていこうと思います。ちょっとね前回レオンの AMGGT3 で、いきなり600番かけたらデカールはけたっていうのがあったんで、厚めに塗ったつもりなんですけど、大丈夫かな。うん、大丈夫そうですね。ここだけペーパー当てまして大丈夫そうですが、なかなかに段差がくっきり出てるな。これはやっぱりデカールが他のと比べて厚いっていうことかな。うん、はい、こんな感じで段差消しやっていこうと思います。はい、デカールの段差取りと中研ぎですね、段差600番で取った後に、1000番2000番3000番とスポンジペーパー全体にかけて取りました。でこれ中性洗剤で洗ってありますという状態です。はい、こんな感じですね。で、段差取りでやらかしたのが、まあやらかさなかったことなんて一箇所も大概ないんですけど、あれちょっとバンパー外れてる、うわちょっと接着しないと、はい、でやらかしたのはここですね。完全に下地が出ちゃいましたっていうところと、ここの角、ここも下地出ちゃいましたね。あとここは白サフが浮いてきたというか出てきた感じかな。エッジのところだけちょっと上げちゃいました。あとここね、気泡を噛んでたのかなんかわかんないですけど、点で白いところが出ました、はい、ここは筆かな。あとはエアブラシでタッチアップかなしようと思います。はい、で、このあとなんだフィニッシャーズのスーパーグロスコートですね、拭こうと思います。はい、はい、バンパー取れたってさっき言ってたと思いますけど、外れたところを再接着してみたんですけど、やらかしましたね。外れた段階でここ分かります？ここの分割のラインじゃないところのレジン側じゃねえや、このバンパー側のパーツがここが折れて取れた感じですね。はい、もう接着がっちり固まってるもんだと過信して、ペーパーかけるとかガンガンやってたのが多分影響したんでしょうねっていう感じで、やっぱりこういうなんでしょうね、プラじゃないパーツつけるときは接着したところはちょっと気にしないとダメですね。ということで、今ちょっといろいろタッチアップしたんですけど、もうここ割れちゃったところはもうどうしようもないですね。ちょっと残念な感じになりましたが、本当に残念な感じ。このね、裏側のこの
当ててたプラ板もう一個取れてたんですよね。全然気づかなかったんですけど、はい。でここもこの何でしょう、このバンパー側のパーツがこっちにはまるっていうか、まあうっすら重なる接着しろがあるっていうかなと思うんですけど、ここもパキッと割れてたんですよね。接着しろのとこからスパッと、あのちょっと 3D プリンターパーツは初めてなんで、今後こういうとこ気をつけないといけないですね、はい、ということでした、はい。もうこの割れたところはどうしようもないので、この状態で、クリアコードですねしようと思います。いやーテンションガタ落ちだこれ、はい。バンパーの割れたところですけど、このまま行きますって言いましたけど、ちょっとあまりに残念というかもったいなかったんで、ちょっとあがいてみました。はい。で、今、ここと、あと、ここも割れてたんですよ。はい。で、接着した後、ちょっと塗装が剥がれちゃったところとかを、この、タミヤのイージーサンディング。これをね、薄く塗って、はい。で、ペーパーで削って、旋盤だったかな。で、削って形を整えて、白を吹き重ねて、で、今3000番のペーパーかけたところです。どうですか？まあ、跡が綺麗になくなりましたとまでは言えない感じですけど、まあ補修としてはうまくいったんじゃないでしょうか。ここなんかもうほとんど分かんないし、ね、やればできるもんですね、塗装した後でも、はい。白じゃなければもっとうまくいったのかな、黒とかね、はい。ちょっとこういうのってあまり今までしてこなかったっていうか、多分初めてやってみたんですけど、思ったよりはだいぶよくできたので、今後こういう失敗があっても修復の腕が上がったかなって感じですね。まあ、もうちょっとやりようがあったかもしれないんですけど、思った以上にまともにできたんで、ということで、これからクリアコートですね。もうホビーフォーラーまであと2日半ぐらいしかないですけど、大丈夫かな、本当に間に合うのかなこれ、はい、はい。スーパークロスコートを拭きました。さらっと砂拭きした後、ふわっとっていうかさーっとドンって感じじゃなくて、なんて言うんだろうな、難しいな、なるべく薄くね、面で塗料が、点じゃなくて面で塗料が乗るようにじゃないな、ふわっと吹いて塗装面が面、点じゃなくて面になったところでもうやめちゃうっていうような感じで吹きました。ただ一回ぐるっと拭いた時にちょっと薄すぎというかツヤがないというかっていう状態になったので、10分ぐらい置いてからもう一回上から拭いてます。ちょっとね、拭きすぎちゃったって気もしないでもないんですけど、これ今画像では結構テカってるように見えますけどね、肉眼で見るとそんなでもないんですよ。表面もザラついてますしね。ただちょっとこれ以上重ねると絶対に割れてくるみたいな跡で、はい、もうこのぐらいでとどめておきます。ということで、1日乾燥させて、本当はもっと乾燥させたいんですけどもう時間ないんで、1日乾燥させて、コンパウンドだけですね進めていこうと思います。